たいと思います。蹴りね、股関節柔らかく、そして膝のスナップ使います。そして引き付け大事ですね。その引き付け、股関節、そしてバランス、立った足に重心をしっかりかけるということの準備運動練習編です。まずしゃがみます。しゃがんだ時にかかとが浮いちゃう人ね、足首がちょっと硬いので頑張って足首を柔らかくしてもらうんですが、ちょっと開いてハの字にすると割とかかとがつきやすいです。で、柔らかい人はまあこう普通にこうしといてね。でここからですね、まず引き付けですね。この太ももを胸に引き付ける練習ですね。手前に出します。ここから前に蹴る、前に蹴る、自分の腕を蹴るように、まずここが引きつけない、だってないと前に蹴れないので引きつける。で、つま先で自分の手を叩きます。まずこれ10回やってみましょう。で、この時に頭がピョッしないように、頭がいちいちこうやって動かないようにしましょう。引きつけていきますよ。はい、いきます。1、骨盤浮かさないように、ガードが動かさないこの状態で、2、はい、動いてるね、3、5、引きつけて引きつけて、6、7、素早く前に横に出す、8、9、10、はい、それではそこからちょっと際立ちになりましょう。際立ちになった状態で、ここよく引き寄せて胸に当たるようにして、胸に当たるなと思ったら前に放り投げる。はい、行きましょう。横から見たらこういう状態からこうなるのではなくて、胸に頭の位置あまり変えずに胸に引き寄せます。胸に引き寄せたと思ったら前に腕と一緒で放り投げるです。いきます。はい、もう一回いきますよ。
っていう方はちょっと、横を向きますね。本来はこの状況からこのまま前に放り投げる、っていうことで少しだけ体をちょっとこう浮かせる感じなんですけど、これをこうして構いません。こういう立ち方、こういう座り方で、こっから戻す、こっから戻すで構わないので、どちらかやってみましょう。さあ、行きましょうか。10回どっち行きますか。こちらで。はい、指立てて、あ、そのまま正解。頑張ります。じゃあ5回正面向いてやったら5回横向いてやりましょう。じゃあ行きますよ。手は自由でいいです。自由でいいです。構えなくてもいいです。何にも脱力した状態です。はい、1、2、斜めかかんないように3、4、5。はい、そして横向いてみましょう。6。これでちょっとね浮いちゃうので浮かないようにもうちょっと頑張る。7、浮かないように頑張る。8、9、10。はい、この時の注意点もう一回言いますね。こうなっています。こっからこうは誰にもできますね。だって自分の稽古なので、こっからこのままですよ。このまま浮かずにこのままいく。この時にもこっからこう浮かずにこの状態からこうです。こうしたから前に盛り出してそのまま戻る。そのままこう来るから、ただこう来るだけだから、こうしたら降ります、戻すというだけの話ですので、頑張ってやってみましょう。それでは総胸突きいきます。総胸突きは体幹のトレーニングと、バランス、それから、体の重心の、引き上げ、そして足腰の鍛錬、そして、足元がしっかりしていないので、パンチがですね結構軽く出せるんですね。ので、足元がしっかりしていない状況で力を入れずにポーンと放り投げるパンチの練習になります。ではまず、しゃがみましょう。しゃがった状態で、大変ですけどかかと上げます。ズベアップした状態で小指の方にもに体重がいかないように、足の親指と人差し指の間にちゃんと体重を乗せます。そして、左手前に出したらそこに向けて打ちます。打ちます。これもここねしっかりするようにしてこうになります。横から見たらこうなったらこのまま体重がこうなったりせず、姿勢はまっすぐな状態から打ちます。打ちます。それを早く打ってもしっかり耐えられるようにする。よろしいですか。じゃあやってみましょう。1で2本つきましょう。はい、1、2、3、4。ポンポンしないで5、6、7、8、9、10。はい、10回スピーディードン。それでは次は今やりました尊胸突きに転身の動きを加えたいと思います。転身というのはですね、腰を速やかにこう切ってですね、スピーディーに無駄なく素早く、移動する技法です。移動というか回転する、ね、技法です。どのようにするかと言いましたら、引き手、ね、パンチを打った突きをついたこの引き手の引き手のこのパワーも使いながら腰も素早く切ります。尊胸突きになります。尊胸突きになりまして、ついたらこのまま回る、このまま回るです。これをやります。でこのルルベっていうルルベアップね、かかと上げてるのが辛い人はこういう状況でもいいです。こうかかとついちゃった状況で足ちょっと外側に開いて、こういう状況でついたらこのままドンドンでも大丈夫です。まあ、理想はこういうルルベアップしたところの体の重心を保ちながらが理想です。では10回やってみたいと思います。やってみましょう。いきますよ。1、2、正面についたらもう一本つきます。今度反対になります。周りが3、4、頑張って5、6、正面で2本つく、7、トントンしな
ってみましょう。それでは次は気ばらちいきたいと思います。気ばらちで、今のようにしっかりこう足の小指がね外に出さないようにしっかり正面向けた状態でちゃんと内側を締めます。締めた状態で腕を放り投げる、放り投げるように打ちます。まず右手の突きからいきましょうか。1で3を突きます。1、2、3、次2で1、2、3、3で1、2、3で引き手よく引くようにね、後ろの敵にドーンと打てるように頑張っていきましょう。さあ行ってみますよ。1、2、頭の高さ最大3、しっかり上げて4、5、6、7、手を放り投げるように8、放り投げるように9、引き手よく取って10。はい、それではこの気ばらちの突きから先ほどの天心突きを、気ばらちの体勢でやってみたいと思います。気ばらちになるのでより腰が切れやすくなります。ここからこう腰を切りながら、これをこう飛ぶのではなくて引き手をしっかり取ったらこっちから決まる、で引き手を取りながら打つ、着地と同時に出ます。で正面向いた時はもう一個打って、でこれを取りながら取りながら、よろしいでしょうか。やってみましょう。はい、1、2、1、2、1、2、1、2。それでは次、同じ気ばらちになっている状態から横に打ちます。この時に腰が、しっかり、腰から打つ、腰から打つです。手から打って腰が動いてないのではなくて腰から打ちます。その時に前足膝が入らないように気ばらちの状態のまま張ったままです。でそこからこの回転を戻すので、そのまま逆、戻すので逆、腰から打ちます。腰から打って手が後から出る、そんなつもりでいってみましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それでは今のこのひねった打ち方を使って転身の基本をいきたいと思います。しっかり横に腰を使ってついたら緩めます。引き手を取って緩めたら、普通に引き手を取って緩めた反動を使えば簡単に回ることができます。回転しますので、その転身をしっかりと、稽古していきましょう。ちゃんと真横に腰から使って気ばらちで打つ、この時気ばらちがしっかりしてないとこの回転は使えません。こうなっているともうワンムーブ入ってしまいますね。ワンモーション入ってしまって、回転できなくなります。しっかりこうなったちゃんと気ばらちを使った状態で引くからこそ素早く回転することができます。のでしっかり気ばらちを作って打ったら、まず引きながら行っていきますね。引くこの回転、腰ね、引き手、肩甲骨、それから腰全部使う、全部使ったら回転したらこの反動を使ってこちら側にさらに腰で打ち込む、そうしたら前に一歩つきます。ただこっちに打ったらしっかり反動を使って打ちます。で前に一歩で、ずっと永遠に向こう行ってしまうのでこの時にもう一本だけつきます。そしてこっちについてドンドン、ルンドンドン、もう一本つくと、もう一回こう動くということをやってみたいと思います。ここでポイントは、打ったら回転するとき早めにビューンと回転しましょう。じゃあやってみましょう。はい、いきます。よー、1、2、3。手は放り投げるように回転早く4、腰元使って5、腰から6。はい、それでは今の転身と逆回転いきます。今やっていたのは腰をしっかりひねってこっち側に行ったベクトルでパワーを
こっちに持っていくからこそぐーん回りましたね。今度は逆です。こう持っていったものをこっちに引きます。後ろ側に引きます。こっちに転身してねじっていたものを逆にねじります。逆にねじるからこっちで回ります。でまたこう持ったら逆にねじるからこう回ります。だからこっちも前に打って、もうずっとこっち行っちゃうので、もう一本打ったらこっち打ちます。ただしっかりベクトルがこっちではなくてこっちに引くようにして打つ。よろしいでしょうか。行ってみましょう。1、先ほどのよりも腰を切らないといけないですね。回転が後ろになるので頑張りましょう。2、よく引き手取って。3、頭の使えないように回転速く。4、素早く引き手取って。